もうこの時間真っ暗。秋も深まったのかな。今夜も最後まで聞いてね。キイちゃんとブンちゃんのペイジング868。868。ページをめくれば懐かしい香りがする。ページをめくると新しい出会いがある。あなたと一緒に作る新しい1ページ、ページング868。こんばんは、ページング868。お相手のぶっちゃのけいちゃんです。な、へ？けいちゃんです。けいちゃんです。アクセントがわからないです。レジなんかソースみたいな名前で、ケイちゃんですって。この番組は FM86.8MHz ゆいまるラジオ、 FM うるまのスタジオから生放送でお送り出します。今晩も最後までよろしくお願いいたします。はい、涼しいね。涼しいし、本当に。秋も深まったって感じ。本当にか？ それは朝夕がさ、本当に涼しいというより寒いくらい。寒い。うん。もうダメだよ、マッパで寝れない。マッパじゃないけど、窓全開して寝てたんですけど、もうダメ。ね、ちゃんと閉めて。はい。で、しかも今週頭ぐらいから、なんか空気がとても乾燥してる感じがするんですよ。だったのにね。そしたら今日か、昨日も雨が、ね、降ったんです。それでもあれだよ、今だってジメ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 系じゃないじゃん、ね、うんうんうん、もう鼻の中がさ、カピカピ。そこまで、うん、あれ、うまくほじれない。乾燥して、乾燥しててうまくほじれないわけよ。ダメよ、こんな森にほじくったら、ね、鼻血が出る。鼻血がとか、鼻血が出る。何の話よ。うちなんちょです。何の話よ。アクセントがね、ねえ、うん、で、うん、ちょっと週間予報見たら、はい、そろそろ最高気温30度が消えそうなんですよ、うん、わお。いよいよ、そろそろ、いよいよ、はい、うん、やっぱ沖縄にもね、秋が来て冬が来るのね。そうだね、うん、足音が。でも今年は暖冬って言われてますからね。うん、うん、いいんじゃない。あれ、興味なさげ。なんか気分がね、ね、暖冬だとね、暖冬、ちょっとやっぱりキュッて寒くなって欲しい時期ってあるじゃん。あるよね、うん、あるある。ちょっと 2,3 日ぐらいは寒くなってほしいなっていうのが、うん、そうそうそう、鍋パーティーなのに、あー、ね、汗だくだくとかね、そうそうそう、嫌だよね、うん、寒いのが気分出るじゃん。そうそう、せめてキムチ鍋を食べてもこうなんかいい具合に温まる、ね、温まる程度に ね、おでんもやっぱり水炊き食べたい。あー、いいね、ポン酢かけて、なんだろう。食べ物の話ってすごいよね、うん、盛り上がるよね、オタクね。はい、そうです。さあ、皆様からのリクエストメッセージ、はい、食べ物に関するメッセージ、うん、やっぱり食欲の秋だね、うん、お待ちしております。ファックスの方は965-4868、 965-4868。 E メールの方は 868@fm-urma.com、 868@fm-urma.com まで、皆様からのたくさんのリクエストメッセージをお待ちしております。お待ちしてます。さあ、はい、10月です。10月、もう街中このオレンジ色一色です。あ、ね、スタジオの中も、うん、オレンジ色ね、ね、かぼちゃが来ておりますので、うん、もうこの時期になっております。お届けいたしましょう、 AKB48 でハロウィンナイト。
ページング868ゆいまーるラジオ FM うるまのスタジオから生放送でお送りしております。皆様からのリクエストメッセージをお待ちしておりますよ。ファックスの方は 965-4868 965-4868、 E メールの方は 868@fm-urma.com 868@fm-urma.com まで皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております。はい、平成27年全国地域安全運動ということでですね、うん、全国的に展開される、期日がですね10月の10日から5日、10日間の間ですね、yes! まあ、防犯についてですね今一度確認しようということで、はい、年に一度この期間を設けています。はいはい。で、まあ、あの石川警察署でもですね、うん、あの出発式を、はいはい、で盛り上げて、この運動をちょっとねいろんな、まあ、野球大会もある、うん、ありますし、あと振り込め詐欺の、まあ広報活動や、うん、その他いろいろな広報活動もあります、うん、まず出発式ですね、はい、明日9日金曜日、はいはい、18時から石川警察署で行います。マジで、はい、雨天の場合は、うん、あの3階武道場で行います、はいはい。まあ第1部2部に分かれましてですね、うん、まずあのアトラクションとしてイカのお寿司創作ダンス、園児によります、これは創作ダンスですね。どこの保育園でしたっけ。石川ですので、今回仲良し保育園の園児の皆さんが踊ってくれます。楽しみですね、はい。続きまして新チュラさんガールの委嘱状公式、去年ですね、うん、あのチュラウチの安全な街づくり条例が施行されて10年ということで、はいはい、なんか記念に何かやろうということで初代のチュラさんガールが、はい、ギノザ高校3年生、はい、2年生が3名の方が、はい、になってくれたんですけど、今回2代目チュラさんガール石川高校から3名が選ばれてですね、はい、そのたすきの、まあ、授与っていうかね、初代から新に引き継ぎみたいな感じ、ある意味リレーですよね。そうですね、たすきリレー、ああそうだ、たすきリレーですね、うん。そして第2部がですね、表彰式、ま、あの少年の深夜徘徊防止ポスターの、表彰とですね、あと防犯に関わることですね、防犯書き初め大会、そして防犯標語の、各賞の表彰式があります。そう、はい。そしてですね、青色回転灯ので、車両のお持ちの皆さんがですね、まあ、そのまま連なって外に出て PR 活動ですね。そうですね、防犯のね、はい、パトロールをするっていうことで、はい、そういう風に感じになってます来れる方ぜひぜひご参加いただきたいと思います、うんうん。明日金曜日午後6時から、はい、石川警察署の方で行われますので、ぜひ来てください。はい、よろしくお願いします、うん。この標語なんですけどね、うん、皆さん、うん、年々レベルが上がって、うん、ですね、ま、青パトとか子供の見守り、うん、防犯パトロールっていう課題でですね、青パトが地域の安全を見守りますとかですね、子供たちみんなで守る地域の絆、うん、あと振り込め詐欺の課題のやつはですね、おばあちゃん一人で決めない振り込まない、そしてもう一個、家族で作ろう防犯詐欺の合言葉。すごいね、うん、すごい考えてますよ。小学生とかいるんですよ、その、うん、もうだんだんが認識されてきてるっていう部分もあるかもしれないですね。嬉しいですね。でもう一つ、あの暴力団追放の課題でですね、うん、はい、みんなの声合わせて追放暴力団、そしてもう一つ、世の中は暴力団を許さない、なんかそのまんまなんか 強めの感じでいいですよね。世の中は暴力団を許さない、うんうん、これがなんと県で入選されてます。お、で来月ですね、はい、あの、はい、表彰がありますね。楽しみですね、はい、これも楽しみです。で、うん、この時期、このここ最近って言えば、うん、うん、いわゆる振り込め詐欺とか、はい、特殊詐欺っていうやつだけではなくて、うんうん、この 1,2 週間騒がれてるのが、あのマイナンバー制度っていうのがスタートして、はいはいはい、いきなりもうありましたね。また不健なんですけどね、
びっくりですね。びっくりだ。なんなのあれ。どんな内容でしたっけ。もいや漏れるからなんかこれを対策するためにお金がかかりますみたいな。であったりセキュリティを高めるためにお金が必要だったり、うん、で、あのかなりの大金を振り込んでしまった女性の方の場合は、うん、劇場型の振り込め、あの振り込め先と変わらない劇場型のやつで、まず電話が来て、うん、あなた あのマイナンバーはこれですよって言って、うんうん、で次に別の人が電話してきて、うんうん、マイナンバーを教えてくださいと、うんうん、で教えてしまったら次の人が電話来て、うん、マイナンバーを人に教えるのはあの違法ですみたいな、違法です罰金払ってくださいみたいな感じで恐ろしい。なので、うん、まず皆さん気をつけていただきたいのは、うん、はい、マイナンバーを電話で聞いたり、うん、電話で教えたりすることはありません。役所からお手紙で届きます、うん、はい、はい、必ずお手紙で届きます。12桁のね、12桁のマイナンバーが。でこのマイナンバー今使われるのは、うん、はい、税のものと、はい、住民票のものかな、うん、限定されてるんですよ、うん、だから他のものには使えないので、あ、はいはいはい、基本的に聞かれる場所は役所です、うん、はいはい、それか会社ですね、うん、お勤めの会社が役所だけですので、うん、あの電話で 聞かれたりとか教えられたりとかっていうのは全部嘘ですので、詐欺ですから信用しないでください。で、ね、なんかいきなり教えるのもどうかなって思うけどね。でもそうだったらしいんですよ。あ、そうなんだ。うん、劇場型だからもう、そうそうそう、この音で、はい、2人3人でどんどん持ちかけてくるっていうような状態で、ね、多分考える暇もなくやってきてるかもしれませんので、今の時期マイナンバーに関しての電話とかは大体詐欺だと思ってください。そうですね、うん、はい、基本まだ全然、はい、あのまだ番号通知の時点なので、うん、役所ではまだ使われないしね、うん、まあ電話での向こうから来る電話でのあれは全部ね無視してください。うそうです ねそれが一番だと思いますね、はいはい、でマイナンバーに限らず、うんうん、その他あの通帳の番号であったりとか、はい、払い戻しであったりとか、うん、そういった特殊詐欺っていうのも全部詐欺ですもんね、うん、全部詐欺です、はい、引っかからないでください、はい、どっかで思いとどまる時間が欲しいですよね。そうですよね。なんていうの、やっぱり向こうがうまいんでしょうね。焦らすものとか、ね、焦らすものっていうのは全部詐欺ですって思ってほしいですね。そうだね、うん、あとですね、あの銀行の中では、はい、あの作業しないでくださいっていうのも詐欺。あの ATM に行ってくださいとかさ、スーパーとかの隣やらさ、はいはいはい、コンビニやら、そこ、はい、そこでやってくださいっていうのも全部詐欺です、ね、銀行に行くと銀行員の皆さんが、うん、もう全部、ね、対策止めちゃうからね。そう、対策取ってるから、だから振り込め詐欺の人たちは銀行は使わないでその他の ATM でそうなのよやってくださいって言われるわけだね、うんうん、まあちょっと極端だと思うんですけども、うん、こういうものが増えるとスーパーとかさ、ああいうところの ATM 消えちゃうのかなと思って、あ、そっか、ひどすぎるとこの被害が、そう、あの不便ではあるんだけれども、うん、でも安全の上のことを考えるとそれが一番なのかなって、あ、そうですね、で、うん、ある意味コンビニって必ず店員が見えるところで、うん、ね、そこならね少しね、ですよね、うん、コンビニもきっと 対策取ってると思います、取ってますからね、だいたいカウンターのそばですからね、うん、ですよね、うん、はい、コンビニならまだね、あれかな、いいのかな、安心できるかな、難しいですよね、はい、こういうのは今すぐにとか、うん、焦らすもの、早くそう、うん、今日中にとかね、生々とか、そうそうそう、今日わざわざ上司が取りに来るからみたいな感じの、おお、ありがたいと思ってみたいな感じの言い方、へえ、上から目線なんですよ、そうそうそう、だからダメですよ、絶対これは全部詐欺ですから、はい、全部詐欺ですから、はい、ぜひ皆さん気をつけてください、はい、気をつけてください、特に今、まあ、うん、マイナンバーというのは新しいものがスタートしたばっかりなので、うん、これに乗っかってくる詐欺は増えていますので、うん、はい、ぜひ気をつけていただきたいと思います。はい、本当ですねって、はい、言ってのこの曲はいいのか何ですかお届けしましょう、斉藤和義で攻めていこうぜ。
ページング868ゆいまるラジオ FM うるまのスタジオから生放送でお送りしております。ラジオの前のあなたも、うん、インターネットラジオの前のあなたも聞いてくれてますか？聞いてますね。ありがとうございます。今週もありがとうございます。ありがとうございます。インターネット越しのあなたもありがとうございます。誰なんですか？メールください。ファックスの方は 965-4868、 E メールの方は 868@fm-urma.com まで。そしてそしてそして、マールさんからいただきました。ありがとうございます。はい、ペイジングのお二人さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。よく行くスーパーの女性店員と話してたら、うんうん、いきなり、あれ今度、うん、アパートに遊びに来ていい？でマジかと思ったが、うん、その店員の左薬指にはリングが、うん、リクエスト石田純一、不倫は文化だ。まあ、あるねえよそんな曲、うん、そんな夢を見たの？あ、夢落ちこれじゃないね。それは書いてないわけよ。ね、書いてないね。まるさん、今回は妄想系が入った。違うか。そうそうそう。言うねえ。言うねえ。文ちゃんよ。俺じゃねえの。どう考えても俺じゃねえの、今の声は。まるさん、何だったんだろうね。左手薬指にはリングが、うん、そんな女性店員が今度アパートに遊びに来ていい？で本当に女性店員だったか。そこ、そもそもそこ、その店員の左薬指にはリングが、うん、女性ってどこにも書いてないの？いや、一番最初に。あ、本当だ。スーパーの女性店員。はい、失礼しました。リクエスト、はい、石田純一、不倫は文化だ。そんな歌あるんだ。未だかつて僕は体験したことない。うん、ちょっと会ってみたいね。ね。でもどうですか？でもなんかこんな言う人いるかな。あ、でもちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。ね、なんかやっぱり夢じゃない？ね。マールさんがアパートに住んでるっていうことは、うん、が分かるっていうことだよね。うん、普通ってさ、うん、家に来ていいになるじゃない？そうだよね。うんうん。お。ね。ちょっとホームズになれるかもしれない。あなたの家に行っていい？って言うよね、普通ね。え、普通言うの？いきなり。違う、言うならよ。なんか限定されてるさ、アパート。もうアパートだから ね、うん。はい、まるさん、答え合わせお願いします。残念でした。はい、答え合わせしてください。あの、夢だったかどうかという答え合わせお願いします。そうですね。番組終わるまでに。よろしくお願いします。お願いします。ね、今日午後すごい美味しいケーキ食べてたんですよ。これですね。はい、M、こう、このウルマに来る前に、うん、FM ウルマに来る前に、うん、FM ウルマって石川にあるじゃないですか、うん、石川のマックに行ったんですよ、ね、そしたら石川のマックに県内唯一のマックカフェ、そうカフェ、カフェ。なんでそのカフェ。なんでその言い方。強調したかった。普通にマックカフェって言えばいいじゃん。はいはいはい、はい、すいませんでした。マックカフェがあってですね。ね、美味しかった。ケーキがもうやばい。このね、ちっちゃい、なんていうのかな。チラシ、ね、A4 の、あ、はいはい、4分の1ぐらい、うん、割引券もついてる。ね、うん。このケーキ、ダブルベリーがいいな、私。そう、俺ダブルベリー食べたわけよ。はあ、いいな。何はあって。そして、この何、ね、紅茶のシフォンケーキやん。今なんか季節時期的にそれやってるんでしょうね、紅茶のシフォン。あっさ、もう超美味しそう。これにカフェラテとさ。あ、そう、美味しい。これはね、私いただきますよ。あの、割引券ね。割引券ね。割引券ね。あ、そうだ、うん、割引券がありますので、うん、ぜひ、はい、行ってください。はい、なかなか、なかなかいいですよ、うん、あの、うん、お茶タイムにお茶タイム、ティータイム、そう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 、なんでいいさ。なかなかグッドだと思いますよ、うん、ティータイムで。ねえ、アップルパイも、アップルパイすごい、アップルの部分が見て、こんなに分厚いのよ。もうあの、ごっそり入ってるね、うん、リンゴが、うん、もう悩んだわけさね。アップルパイにしようか、うん、ダブルベリーにしようか、どっちにしようかって、うん、まあ、ダブルベリーにしちゃったんですけどね。なんかケーキのさ、
とカロリー高い系、まあこの、うん、シフォン紅茶のシフォンもなんだけど、周りにクリームがついてる系、はい、2ヶ月に1回ぐらいもう我慢できなくて食べたくなる時があるよね。あれ同意を求めた私。あ、そうだよねでしょジャーマンケーキ食べたくなる。ああやっぱりココナッツがダメな人、ねうん、ああわかる、ジャリジャリ感が。僕職場でもね、うん、半分以上同意得られなかったでしょ。ジャーマン食べたいよねって言ったら両方両極端に分かれるよね。分かれるよね。好きな人は超好き、大好き大好き。これを目当てに買いに行くぐらいの、まあ、あんまりないけどついでに買うけどさごめんごめん僕はついで派なんですよ、うん、だからジミー行ったりとか、うん、あとね今コンビニにもあるじゃないですか。あるね、ジャーマンが、うん、あって見つけた時はやばい、もうあの 手が伸びてしまう、カゴに入れてるみたいな気をつけるようにしてます。気をつけよう、はい、うん、でも美味しいもんはやっぱり美味しくいただきたいので、うん、ね、はい、コカ・コーラは赤ですぜひカロリーたっぷり系の石川のマックカフェ、うん、行ってみてください。行きます。ね、唯一のカフェだしね、マックカフェ。そうそう、県内で唯一の、ね、はい、マックカフェですのでね、はい、コーヒーとかも美味しいみたいですので、ね、召し上がっていただきたいと思います。はい、今ですね、うん、テレビでもコマーシャルこうガンガンやってるんだけど、うん、リューボー、那覇のリューボーでですね、うん、アートアクアリウム展っていうのやってる、知ってる、やってるのが知ってるあれ、やってるのを知ってる、うん、知ってる、知ってるんです。金魚の、知ってるんです。金魚をこう、うん、でっかい金魚鉢とかに金魚をたくさん入れて、で照明でいろいろ見せたりするんですよ。なんかさ、あのプラネタリウムじゃなくて万華鏡だあぽいやつに見せるようなもあるし、もうそのままこの金魚鉢、でっかい金魚鉢にたくさん金魚を泳がせて、うん、でライトでこうどんどん色を描いていくっていうのもあるし、これね、あ、竜王か、そっか、那覇の竜王でやってるんですけど、本物見れるんだ、いいんです、いいんです、いいんです。これね、特別番組やってたのよ、テレビ、あ、CM で。そうなの。なんかさ、ほら、金魚の糞ってさ、はい、あの、水汚すじゃん、そう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 、特別なさ、この時だけの餌をあげてるんだって。あ、糞が出ないやつこの色がね、あんまり出ないやつ、あ、そうなんだ、汚れないやつの糞を、うん、だからとても綺麗なわけ よ、それ用の餌をあげてるんだって。あ、じゃあ俺も食べたら綺麗な糞になる私でも美味しくないと思うよ、この時間帯にこの話来た金魚の餌ってこんなんでしょ、粒でしょ、粒一粒くらいのいやいや、わからん、美味しいかもしれない、これでお腹すくでしょ間違いなく ね綺麗だね、これね、本当にすごい綺麗です、ね、あの、ぜひ現物を見に行っていただきたいと思います、うんうん、あとさ、これで撮れるんだよね、写メ撮り放題だって。あ、はい、普通こんなところって禁止されてるじゃん。そう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 、ね、だ、携帯で写真撮っていいですよ、うん、ただし、いいですよね、ただし、うん、ちょっとやっぱりお見かけしたりするんだけど、うん、動画は禁止なんですよ。動画は撮っちゃいけないよっていうルールなので、撮らないでくださいね、皆さんもう今バレんように撮ろうと違うか撮らないでください、はい、で、なんでかって言ったら、うん、やっぱりこの照明の色具合によって写真撮るの難しいんですよ、うん、うんうんうん、色が うまく映るように撮ろうと思ったらすっごい難しいんです、うんうん、だから動画だと速攻で簡単に撮れるわけさね、うん、あ、なるほどね。だから動画撮ってる人もいるんですけど、うん、あの、この美しい光景はあなたの心に収めください、またまたごめんなさい、気持ち悪くて、うん、写真は OK です、うん、動画はダメなのでお気をつけいただきたいというふうに、うん、これ入場料もね、結構リーズナブル的な、ね、良心的な、そう、1000円もっと高いと思った、はい、うん、1000円ですね、うん、で、これはですね、いつまでだっけ、うん、ね、11月の確か15日までですね、うん、そう、あと1ヶ月ぐらいしかありませんので、はい、うん、ぜひ皆さん見に行ってください、うん、アートアクアリウム展、はい、リューボーで行われております。それではここで一曲お届けしましょう。南野陽子で秋からもそばにいて。
ペイジングウェザー、気になる明日、そして週末のお天気をお伝えします。まずは天気概況です。沖縄本島地方と先島諸島は気圧の谷の影響で曇っています。一方、大東島地方は高気圧に覆われて晴れています。今夜は沖縄本島地方と先島諸島では気圧の谷の影響で曇りや雨の天気となり、雷を伴うところがあるでしょう。大東島地方は初め晴れますが、気圧の谷の影響で次第に曇る見込みです。明日の沖縄地方は東シナ海に発生する前線や気圧の谷の影響で曇りや雨となり、雷を伴うところがあるでしょう。沖縄本島地方では今夜の初め頃まで発達した積乱雲の下での落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。大東島地方と八重山地方では明日にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。沖縄地方の沿岸の海域はうねりを伴い波が高くなっています。海上や海岸付近ではうねりを伴った高波に注意してください。本島中南部、今夜は北東の風、曇り、夜の初め頃雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。明日は北東の風、曇り、昼過ぎから夕方雨。那覇での朝の最低気温は24度、日中の最高気温は29度の見込みです。さて、週間天気予報なんですが、うん、この土曜日はですね、はい、曇り一時雨、うん、降水確率 60%、 そして日曜日晴れ一時雨、うん、降水確率は 50%。 そして、3連休月曜日もお休みの方がいらっしゃいますね、はい、体育の日ですね、はい、月曜日は晴れ時々曇りと、まずまずの体育日和になるかなと。あ、よかったですね。最低気温は24度、うん、最高気温は28度の予報となっております。本当に30度切りましたね。切ってきましたね、はい、徐々に、うん、徐々にこの、うんさんが季節の、はい、変わり目ですので、はいね、ぜひ皆さん、ね、体調にはくれぐれも気をつけていただきたいというふうに思います、うん、明日の全国地域安全運動石川地区出発式がどうですかね。天気曇り一時雨でしょう。気をつけいただきたいと思います。気になります、はい、以上ペイジングウェザーでした。ペイジング868、番組の最後はラストソングをお届けいたします。今月は HY の最新アルバム LIFE からお送りします。今晩はこの曲です。 HY で風になって花になって。
HY で風になって花になってをお届けいたしました。マールさんから返事来ませんでした何だったのか気になるけど、マールさん聞いてる送りっぱなしみたいなメールを、ね、さあこの3連休何しましょうか、はい、忙しいです、仕事です。あ、すいません、頑張ってください。はい、頑張ります。僕はちょっと楽しんできますので、はい、またじゃあ教えてね、いろいろ教えないよ教えないよちょっと楽しむための意地悪よろしくお願いしますはい、ラジオの前の皆さんもよろしくお願いします、はい、します、はい、ということで、はい、もう本当にね、うん、あの涼しくを通り越してちょっと寒くなってきてるし、うん、あとインフルエンザも流行り始めてるみたいなので、ま、ぜひ皆さん体調の管理はくれぐれもご注意いただきたいと思います、はい、今週もリクエストメッセージありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。来週は、この1年沖縄県出身のプロ野球選手のこの1年と題してお届けいたしますのですごいぜひお楽しみいただきたいと思いますさあこの後はイングレスジャービスレディオでお楽しみいただきたいと思います。そろそろ本を閉じる時間となりました。今日のこのひとときを忘れないために昨日と明日のページの間にしおりを挟みましょう。ページング868、来週も一緒に新しい1ページを作りましょうということでページング868、お相手は私むっちゃのきーちゃんでした。それでは皆さん、また来週。ういうい、うわ、録音だよ。Why?